時代を変えた変えなかった斬新シフト方式参戦。どんなに車が進化しても古くから存在している部分は多くありますが、その中でもギアを選択するために操作するシフト部分は、長らく存在し続けているものと言えるでしょう。自らでクラッチペダルを踏み込み、ギアを選択するマニュアルトランスミッション。 MT 機が主流だった頃はもちろんですが、それがオートマチックトランスミッション AT 1になり、ハイブリッド車や電気自動車が登場した現在でも、全身や後退、そして注射などの動作が必要な限り、なくなることはないであろうシフトですが、その形状自体はメーカーや車種ごと、そして時代ごとで様々な種類があります。 そこで今回は現在までに登場した斬新なシフト方式を3種類紹介します。ジョイスティックタイプ。形状自体は従来と同等のシフトレバーに近いものとなっていますが、操作した後に中立部分に戻る特徴があるジョイスティックタイプは、トヨタ、プリウスに採用されていることで知られています。初代プリウスこそ、 よくあるコラム式 AT となっていましたが、2003年に登場した2代目プリウスからこの方式が採用され、2023年の1月に登場した5代目モデルでも同様のものが搭載されています。プリウス以外でも日産、リーフやノート、E、パワーモデル、三菱、アウトランダーフェイキなどにも採用されており、電動車の特徴の一つともなっていますが、 一部ではシフトが常に中立部分に戻るため、どのギアに入っているか分かりにくいという声もあるようです。ボタン、スイッチタイプ。2022年末に登場した日産新型セレナが採用したことでも、話題となったのがボタン、スイッチタイプのシフトです。セレナの場合は左から P、R、N、D、N、D と横並びになっており、 誤作動防止のためにそれぞれのボタンの大きさを変えていたり、突起をボタンに設けたりすることで判断しやすいようになっています。このボタン、スイッチタイプのシフトはセレナが初ではなく、ホンダではエレクトリックギアセレクターという名称で、2013年に登場した9代目アコードハイブリッドから採用しており、現在でもホンダではシビックや、 ステップワゴンのハイブリッドモデルに採用されています。また、アバルト595に搭載されているアバルトコンペティツヨーネも同様のボタンスイッチタイプのシフトが採用されており特別感を演出しているのです。そんなボタンスイッチタイプのシフトですが古くは1950から60年代に存在していたクライスラーが 展開していた高級車ブランドである、インペリアルモデルではすでに採用されており、意外にも長い歴史を持っています。ダイヤル式タイプ。現在では同じグループに所属しているジャガーやランドローバーで、採用されていたダイヤル式も斬新なシフトの一つと言えるでしょう。キーオフの状態ではコンソールに格納され、 フラットな状態となっていますが、キーをオンにするとダイヤルがせり上がってくるというギミックは、さすが高級ブランド車といったところ、現在は両メーカーともダイヤル式は採用していませんが、現在人気を集めているシトロエン、ベルランゴ、ップジョーリフターといったフランスの MPV 車両や、珍しいところではトラックの日の プロフィアなどもダイヤル式を採用しており、ボタン、スイッチタイプと同じく小スペースでスマートな見た目が特徴となっています。このように実は様々なタイプが存在していたシフトの形状、今はまだどの形状がベストなのか模索している感もあり、従来のタイプが引き続き採用され続けるのか、新しい形状のものが主流となるのかはわかりませんが、 もしかしたら今後は音声でシフト操作をする車種が出てくるかもしれません。いずれにしてもシフトの形状に関かかわらず、操作をするときはしっかりどのギアに入っているのかを確認し、シフト操作ミスで事故が起きないようにしたいところです。